茶いっぱい。さあハロウィンなので、ハロウィン配信。そう、ショールームで話す話題をね、インスタのね募集したので、そう、コスプレについてとかが多かった。今日のハロウィンは何かコスプレしようと思ってたんですよ、もともと。もともとしようと思ってて、でゴスロリしたことなかったからしたいなと思って選びました、ゴスロリは。でこの髪色を決める前にもうゴスロリするって決めてたから、たまたま昨日はね、あの頃のロッカーの衣装だったんですこれで帰ってきてないですよ普通に髪下ろして、あの私服に着替えて来たそう、今回のために購入いたしました。コスロリ。うん、顔はこれで帰ってきた。マスクするし分かんないかなって。そう、Amazon で買った。猫耳もしてたよ。この辺につけてたが可愛かったかな。渋滞してる。そう、結構そう、首輪もしてたけど首輪しまっちゃった、カバンの奥底に。これもしてた。耳のさどこで鳴ってるからさ、めっちゃ音する。そうなんですよ、買って、そうゴスロリは着たかっただけ。そうだけど今日のこの格好好きって言ってくれる人が多くてびっくりびっくりした。なんとか、ストレートだとすごい似合わなかったから、だからそう頑張って、あ車の音がする、頑張って巻いてきました。
ばもばばばばばばばめさっき送った10分前ぐらいにショールームするよみたいな。すごいお化けがポワポワしてる。そう、途中から髪縛ったの、なんか下ろしてる方が可愛いなって思ってたんだけど、縛ったら縛ったで成立した気がした。巻いたからだよね、きっと。ストレートだったら多分ダメだったかな、わかんないけど。髪染めたら縛れるって気づいた。黒髪の時はやっぱ縛るの抵抗あったんだけど、染めたらなんか縛っても平気になった。この緑のゴスロリを買ったのが正解だったと思わない？多分これが赤だったら多分ね、またちょっと違ったと思うんだよね。緑って可愛い。緑いいよね。最近ハマってる食べ物。急に話変わった。サラダ？サラダ好きで食べてるの最近。元気になるし、元気になるっていうか健康な感じがするよね、サラダってね。サラダでも最近っていうか好きなサラダがあって、レタスと、一番好きなのはレタスとわかめとネギかな、あれは海苔とかチュレギサラダのサラダが好きなんだけど、それがない時はレタスとささみと卵とブロッコリーが入ってるタンパク質が取れるサラダみたいなやつ食べてる。今日はそれだった。よく買うのはね、レタスとささみ。キャベツの時もあるけど、ドレッシングはね、チョレギか和風か玉ねぎじゃないと食べれないの。サラダは、そのタンパク質のサラダは、そう、いい気分のサラダだけど、チョレギサラダは、家族のマート。そう、でもやっぱね、違うよね。何も食べないよりは違うなって感じる最近。あとは温かいスープをあなたにあげる、温かいんだから。インスタのあれにさ、話した、あ、アイス食べなきゃ。アイス買ったんだった4日前とかに。アイス食べたい。
アイス食べたいんだよね。明日お休みなの。だからアイス食べよう。アイス食べる。チョコとチョコのスーパーなカップのアイスと、あと大福のアイス。ね、そう、ちょっと痩せた。幕張メッセのトーク会の時から痩せた、ちょっと痩せた。でもまた多分戻るよ、食べるから。いや、そう、今日まではやっぱ我慢してたけど、いろいろ食べ物とか。またでも7日にあるもんね、チキチャが。だからまたそこに向けて整えつつ、けど明日、あさって、しあさってぐらいは好きなもの食べれそう。たくさん食べる。スーパー内カップはチョコとチョコチップ、チョコチョコチップ、チョコチップ、食べるよ。戻るよ、今だけ。今出店してるけど。いや、食べちゃう、食べちゃう。今日おでんだった、夜ご飯。おでん、おでん、おでんの時ってさ、ご飯白米あるんだけど、白米って何で食べるか分かんないよね。シャンシャンパンダじゃん。出汁、出し汁か。味噌です。つけて味噌をかけて味噌です。あとは串カツ、あ、出汁。出汁汁って言ってた、出汁。出汁なんだ、それで出汁。あ、大富豪何時にやってますかって。何時だろうね、結構ぼちぼちや。ぼちぼち時々うーんやるけど、9時から10時はなるべくするようにするね、出会うために。そう、そんな感じです。出汁、そう、感じ弱いの。りょ、今日さ、ここに十字架書いたじゃん。十字架でここのね、口角書いたの。気づいた？気づかなかったでしょ。だから今日写真撮ったら口が大きかった、いつもより。ミス。ハロウィンだからこうさ、書こうとしたの、口。あ、なんかゆずさんにメンションされた。あれだな、きっと。見ていい？見るね。あれ、更新されてない。ちょっと返信しよう。どき、どうぞ。
何がいいんだろうこれが。違うな。変身した。伊豆さんに変身した。肉食べたい、肉。お肉食べたい、焼肉行きたい、焼肉行きたい。肉言っちゃった。お肉食べたいんだよね、美味しいお肉。カニも食べたい。カニ、ハンバーグも食べたい。ハンバーガー、ハンバーグじゃない、ハンバーガー。今お腹空いてないからさ食べないけどさ、パンケーキもいいね。でも肉とかに食べた。ちら。新幹線でジュジュン弁で贅沢だ、いいな。手羽先、あ、手羽先もいいね。山ちゃん、世界の山ちゃん、焼肉はどこの部位が好きですか。わかんないんだよね、顔肉が何か。肉が何かはわからん。何の肉かはわからん。自分が何食べてるかわかんないけど、美味しいお肉と美味しくない、美味しくないっていうか、好みのお肉と好みじゃないなっていうのはわかるけど、何が好みなのかはわからない。そう、なんかブリブリしてないのが好き、柔らかいみたいなじゃない方が好き。牛か豚かは分からんかも。なんか黒くて硬いのが牛。牛の方が好きかな。赤身が好き。お肉食べて分かんない、あんまり。そう、鶏肉はね、胸肉が好き。パサパサしててほしい。パサパサってよくないけどさ。ヒレ肉、うん、そう、パサパサ系が、パサパサって言ったらちょっとあれなんだけど、そういう系が好きですね。うん、美味しいもの食べたいね。あと何が食べたいかな。千歳飴とか欲しい。千歳飴売ってたら買うんだけどさ、今年ね出会ってないんだよね。7でも3でもないのに。千歳飴好き、飴が好き。金太郎飴も好き、好き好き。千歳飴美味しくないですか。子供の時嬉しかった千歳飴。千歳飴そろそろだよね、食べちゃう。なんかこういう飴、
そう、ミルキーっぽい味の。あんめ大好き。キントラーメンも好き。あとなんだろう、飴は好きです、基本的に。あー、丸飴はね、材料によるかな。材料基本一緒だろうけどね、飴なんてね。着色料みたいなのはちょっと苦手。着色料、砂糖みたいな。戦う真ん中ハニー持ってるよ。あ、ペコちゃんの飴も好き、美味しい。今食べたいものがいっぱいある。本当にたくさん食べたいけど食べれないから。お腹の限度があるからさ。添加物すごいチェックするようになった。ここに入ってから。うん、まあかといってそれで食べないとかは、うーん、時と場合によるんだけど、チュッパチャップスは、うん、全然舐めれる。プリンが好き、一番プリン。そう、あのね、なんだっけ、ゾウなんとかって書いてあるやつとか、あとなんだっけ、着色料とか防腐剤とか、防腐剤っていうか、なんかそのスラッシュ以降が添加物って聞いたんですよ。だからお腹痛い時とかはすごいね。あ、そうそう、増粘剤ってもの、わかんない。なんていうのかわかんないけど、何が何に悪いかとかもわかんないんだけど、一応気をつけてます。飴ないんだよね今ね、残念でしょ。あとはね、なんだろう。あとはなんだろう、とりあえず無難なものを食べてます。眠いね。グミは食べれる。今日動き、足痛いね。足痛いね。そうだよね、母も足痛い。ゆっくり寝れそう今日は、ぐっすり起きないかも。王子様が起こしに来てくれないと起きないかも。王子様みんなお仕事かな。ダメだわ、ごめん、明日は起きないかも。あのね、大岡さんとね、あ、そう、一応かはさ、手袋も持ってきててさ、使わなかったんだけど、待って、手袋ここに持ってきたらすっごい顔が漏れた。どう。そう、このね、あれ、こっちだ。そう、デビルの尻尾があって、で、
あの大岡さんと隣に座ってたんだけど、そのなんだっけ、あ、プリンセスみたいな話をしてたので、なんであの話になったんだろう、なんであの話になったか記憶してないんだけど、オーロラ姫がどうこうって話してたのね。でオーロラ姫ってなんかハリー糸ようじじゃなくてなんだっけなんかのこういう丸い木の機械でさ、こうハリチクって触ってさ、なんか毒がわーでさ寝ちゃうじゃん。だからこれ持っててさ、なんかオーロラ姫とか言ってさ、チクわーとか言ってたのでも大岡さんあんまり知らなかったらしい伝わらんかった、ちょっと見とってほしかったわオーロラ姫なんだっけ名前が出てこない、あの機械の糸車なんかあるよね、糸車かな、針があるんだよね。手袋こんな感じだけどさ、そう意外とない方が可愛かったかも。じゃない、ちょっとなんか糸車の針、あ、それそれ糸ようじ糸ようじでさ、うわーってなっとったらさ、やめたいってなるよねこれ、うん、そう持ってたんだけど使わなかった、またいつかどこかで。そう、こうこんな感じになっちゃう、使いませんでした。暑かった、今日この下にさ、見たい？ヒートテック着てたんですよ、暑くて暑くてもうあっちっちだった、みんなで一緒にあっちっち夢がない？暑かった昨日さ、めっちゃ寒かったからさ、その昨日を帰り見て、ん？ヒートテックにしたんだけど違いました。暑かった寒かったよ、暑かったよ、ヤジバンダリー、あ、チェキチャー、やっぱ今日だよね、今日までだった、チェキチャー11月の7日のチェキチャーの申し込みが今日までだったんですけど、申し込みのサイトが見当たらなくて、調べてもヒットしなかったから URL わかんないやと思ってそう、写真撮れるやつです。そう11月の7日、素敵じゃん、これ。へえ。チェキちゃん何着てこうかな。
とある間違い、何の？ぜひ、今日中までに間に合う方はお待ちしております。あれゆずさんのあれが返信が全然アップロードされない。インスタの質問タイム、そうなんか更新されないんだよね。なんでだろう。喉が痛いよ。そうなんか止まっちゃってる。家の Wi-Fi が弱いせいかな。グループトーク。そうですね、今後まだあるかな。里長の日はないのかな。グループトーク確かにね、ちょっと気まずい。ちょっと気まずいよね。どっちと話すみたいなあるよね。お、いい感じです。すごいよ。あ、待って、顔色めっちゃ悪くなった。下線。ここにいてもらわないと。そう、五分だけ悪魔だったから、この悪魔の尻尾持ってた。百均だからさ、すぐへんぎょへんぎょになっちゃう。スクショタイムでした。顔色が悪いよ。ハロウィンだからいっか。ダメな、ほら。ダメだね。こう、ここにこうあればいけるかもしれない。画面明るくなるかな、もっと明るく。なんかね、この色味がね、こうなるんだよね。え？え？って感じじゃない？やっぱこれしか勝たん。そう、不自然な明るさになるの。黒いやつ着た方がいいかな。
ハロウィンは家ではアイス食べます。カホだけ。そろそろ限界オタク。うわー普通の生活ですか。メールにね、今日多分今日の5時までに返信した人が今日の11時にカホが見れるようになるはず。明日の5時に返信、明日の5時までに返信したら、夕方かな、夕方の5 17時までに返信したら、明日の23時になったらカホが見れるはず。わかんない、昔のあれだと、昔聞いたそれがうろ覚えだから違うかもめっちゃ嘘かもしれん。最近見て、うん見てるよ、ずっとめっちゃ見てる。うん、メール返信できるよ。なんでメール取ってないの？なんで？インスタの DM は見れる。返せないけど。眠くなってきちゃった。うん、ハッシュタグリーベメールでも見てるよ。ちょっとやっぱ、はあ、ここで持ってたらいいかな。なんか埃の間にいる人みたいになってる。でも いい写りしてる。恋はいたずらな天使の尻尾、ふわふわどこかへ。ラテちゃんに鈴はついてない。タマじゃんそれ。ディンディリンディリンディンディリンディリンディンディリンディリンディンディンディリンディリンディンディリンディリンディンディリンディリンディンディリ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 ンディやばい、この猫のやつ毛羽が見て、ここまでずれるんだよ。これ何ってなるよね。
校にあったら、うん、そうでもなかった、移り変わらんかった。腕上げとけばいいかも。こうするよりさ、こうした方が移り、じゃない？何やってんのって感じだけど、もう疲れた。もう疲れたよ。可愛い瞬間だけスクショしといてください。お、ヨシノにメンションされた。お、通知だ、通知。なるほどね、ここを黒にすればいいのか。え、気づかんかった。黒い布ない。そしたら黒い服着んくても良い？どうなんだろうね、なるのかな。ちょっとやってみる。黒い服、黒い服ならあるよ。おいしょ、おい、おい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 、これですけど。え？うわうわ。いきます。ドゥン。これカホが手挙げてるからさ、わかんないんだけど。え、やっ、え、ここに置いとけないんだけど。難しいや。でも変わりそうだよね。変わる未来が見えた。見えた。なんか代用品できるものがないんだよね、近くにね。なるほど。でもこれまだね、カホもね、本物をもらってなくてね、このラテちゃんとかね、両面テープでついてるんだ。本物は両面テープじゃないよ。
スクショタイムでした。かわいい、かわいいラテちゃん。こっち見てる。かわいいからここにつけとくね。あ、画面叩いちゃった。かわいい。めっちゃかわいくない？この気圧計も外せる。毎週木曜夜8時。クロワッサンもあるよ。お参りレベルのパンパンしちゃった。妖精夏が胸を刺激する。これで埋めてったらカーテン黒くなるかも。そしたらこれ袖にあれなしのジャケットとしなる。後ろは数字かいっぱい。うわー、めっちゃ白ーい。文字書いてあります。これかわいいよね。使えそう。来年の生誕 T シャツとかラテになっちゃいそうだ。かわいすぎて。成分表もつけて。なんかこのリボンね、一緒についてたんだけどさ、ここにつけるようだったのかも。知らなかった。絶対そうじゃない？ここにこうさ、バッテンでこう、絶対そうじゃん。これ何の紐って思ってた。そう、今日多分ラブリンがさ色違い着ててさ、あ、ラブリンのやつ色違いだと思ってたけど、ここにあるじゃんって思ってたんだよね。今頃気づいたや。まいった。そう、何の紐だろうって思ってた。ちくしょう。ちくしょう。パッケージの写真見なかったの。ここにほら、入れれるんだよね。騙されたわ。みんなの
騙された。本当誰も気づかんかったもんね。明日お休みです。じゃん、ちゃくちゃん、ちゃん、ちゃちゃん、ちゃちゃん、ちゃん。まあ11月の27日の最終日は何を着るかまだ言ってないので、あるかもしれないし、ないかもしれない。ごするり。考え中です。何がいいかなって。もう完売です。ありがとうございます。11月の28日はまだ何かわからないので、ロボカップ愛知かな。説が濃いです。説。トゥルルルン、トゥン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 トゥルルルルン、トゥルルン、トゥルルルルン。ヘイ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 、カモン、ワン、ツー、スリー、フォー、エスケイン、ダハウス。暖かい衣装なら着れそう。そう、ジッパーね、かわいい、着たいと思ったけど、一旦考えたの。寒くないか。寒いよね、きっと。ジッパーのさ、お腹の部分に腹巻きして、えみたいな、下げたらえみたいな、腹巻き解剖って。あー、十二巻いろいろ考えときます。それ見たくない。何がいいかな。楽しみにしてて。というわけで、まだ早い。飛ぶ？ランキング飛ぶぞ。食ってみ？飛ぶぞ。すごい、壇上123、かぼちゃの上に立ってんだ。かぼちゃは食べるものです。食べ物で遊んではいけません。というわけでランキング見まーす。1位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。は、これいけてる。やばいやつじゃん。3位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。
9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。虹色だ。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位を飛んできた、ありがとうございます。今の13位。で順位が上がった11位、ありがとうございます。ありがとうございます。読んだかな。ありがとうございました。11月もよろしくね。ハッピーハロウィン。